はい。はい。まあなんか有名な人が。有名な人が上に。ね、上にいるけど。いや、これはオーバーじゃないですか。オーバー。はいです。あ、139位だ。みんななんか順位ついてるわ。ランカーだらけの。初日にやってるからね。そう。すごいね。みんなガンガンやってるオーバー。まあ、なんかね。あのシャッフルやってきたんですけども、シャッフルだね、シャッフルやってきたんだけど、フリーダムでね、あのまあ環境か言われると全然環境じゃないし、あんま強いキャラでもないんだけどね、一応やってて、前作ちょっと強かったからね、フリーダムで。まあね、クローブで、そうクローブでだいぶやってたから、あのアシストも強かったしね。そう、うん、ムーさんがいたから。そう、今ちょっとムーさんいなくて、アスランに全部なってるから、ちょっとね、まあ突撃は誘導悪くないんだけどね。ただちょっと横がまあね、あの3連射した後に鼻くそみたいな、あのレールガン打って終わりみたいな、ね、あ、まあ、あとは、ね、あのね、アグニよりもちょっとちっちゃくなった勝者みたいな、あ、後ろサブかな、あのジャスティスの、まあ、それ打ってくれるんだけど、まあ、まあ、それでもほら周りがね、相対的にいろんなやつ増えてるからね。あ、まあね、そのあんま変わってないんだよね、フリーダムって。クローブの最後の調整からね、まあ若干弱体化入ったぐらい以外は、ね、うん、なんなら実はミーティア の格闘派生、うん、実はあの距離が伸びてるっていう検証データも出てる最近だと。マジで、マジでクローブよりなんかパネルが 1.5 マス分ぐらいは伸びてたっていう。だから変な当たり、あの距離感がバグってね、変な当たり方するとかはある。ちょっと影薄い調整もあってたね。あ、そう、ある意味情報かもしんない。まあミーティアだけは最強やから、このフリーダムミーティアだけは結局ブッパー、そう結局ブッパー、うん、このゲームブッパーなんだから、あのね、ブッパー通せば勝ちだから、通さなきゃちょっと負けるから。まあ、ね、ということは何これ、覚醒は C なの？今 C やってるね。ああ、ね、いつもちょっと S 選んでたわけね。まあ、最近はもうちょっとね、ちゃんとあれですか、やっぱ隣3000だと、まあ、まあ C ってね、案外自分がやらかしてもね、隣に一応覚醒はたまるから仕事になるんだよね。 S はちょっとあのどう言えばいいのかな、取れなかったら結局とか、低コストの S ってまあよほどゼロ丸とかユニコーンとか、いや、まあ、はい、まあ、0-0 ぐらいそのトールギスとか、はい、射撃強かったら S 噛み合うんだけど、ちょっとフリーダムで S っていうのはあまり圧がないっていう感じで、じゃあ C でいいじゃんみたいな。まあズンダでも安いし、ね、そう、というか C が強すぎるんだよな、このゲーム。C は正義、ね、うん、C はガチ正義。あ、まあ、あの横でやらかしていくんですけどね、有名固定の横で本当申し訳ございませんでした。おいおいおい、あの、まあでもちょっとひよっちゃったね。やっぱ C はね、人を選ぶんじゃない、うん、まあ、自分ちょっとシャッフルで C って結構リスキーというかさ、難しいからね、意思疎通できないから、ね、ああ申し訳ございません。気を取り直してね、次、あ、次ね、はいはい、次もうね、結構ね事故りやすいんだよね、シャッフルだと。抵抗抵抗だったりね、抵抗だったりね、まあ、シャッフルだからそれは仕方ない、うん、まあ、今回はみんなね低コストでね、そうフリーダムだけちょっと人をちょっと高いね、自分の腕が問われる、あのあれだね、ただやりにくい感あるよね、相手が低コストだとね。これね、この試合覚えてんだけどね、あーグイ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 来るんだよね、前にあーもうめっちゃ来る。まあこのグフたちはあれだからね、あれば勝ちみたいな感じだから、ね、そうグフグフだから、あーそれは勝ちだからって、あのめっちゃね飛んでくるんだよね。もうとりあえず格闘ねじ込みにね、そうチュンチュン飛ばしながらね近づいてるんでしょ、もう日大タックルもかましてくるっていう始末だからね。まあまあ迎撃だけだったらフリーダム得意なんで、得意だ、まだ受けは強いから、ね、あの特化からのね、いろいろ、ね、このねくるくる見てもらったら分かるんだけどね、上に逃げたりね、まあ、それでも食らうときは食らうんだけど、まあまあ他のキャラよりは荒らされにくいから、そうだね、まあ、そこの利点をうまく生かしてどう立ち回るかで勝者に当たっていくと。起きゲルビね、そうで、ここは強気に横振って N サブからの抜け角からの C でからのミーティアブッパは当たっていないで、今の軸はね、いや普通にやらかしている。まあでもここね落ちなかったら全然取り戻せるからね。まあまあそれはね、ここ落ちちゃったら、まあまあちょっとやばい、まあ、1500しか残んないからだいぶまずいですよね。さて、なんで味方が覚醒吐いて、これもだ、次フリーダムの覚醒がね最後かなっていう感じだね。まあまあ相手も削れてるから、どっちもどっちで、そうだね、まあグフカスに買い落とすかと、ここをグフカスにアスランが当たってからのメインサブで追撃でいいダメージ取っている。あったったった、サブコのグフカスも落ちて、でも、はい、グフカスによって、まああとサブ狙ってもいいかもしれない、ね、
ていう状況。どっちでもさあ最後の覚醒入った相手が、味方もまだ体力残ってるからと思ったらちょっと減ったんで、今度は自分が前に出ようっていう感じなんだけど、自分も減っていくと、あんまちょっとドフファストも多分覚醒溜まってるかな、あんま溜まってそれ、まあさすがに最後の覚醒溜まってそう、ここが強気に打って、まあこれが強いんだよねフリーダム、さすがにちょっと強すぎる相手には通用しないけど、結構いい性能だもんねこの横格闘はね。そう、万能機にしては破格みたいな、触れる触れにいけるみたいな。そうで味方がね、この間にまさかの体力多かった、ね、イグナイデッドの方を落としてくれて勝利という、やっぱ味方ゲーなんだよなこのゲーム。無敵バリア張ってるからね強いね、はい、ペリオンは無敵だいやまあさすがキラキラヤマト、キラヤマトだからね。これ今ライジング増えてるけど、相手のフリーダム、相手のも味方のもライジングバイバイ来るけどね、というかキラヤマトがいすぎな問題、ね、あとはねあそこのフルクロのどこがねストライクとかだったらね、もう全員キラくなったね。ああそうだね、キラ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 って、ね、よもう今4期いるんだなキラくん。そうだね、確かに4期いるね。まあまあ、まあ、今回はフルクロってことね、味方はストフリと、まあ、こっちフリーダムで、まあまあ昔からあるね、抵抗では高校抵抗で、まあこれでも厳しくない、まあ、結構厳しいかな、荒らされるとって言ってると、まあやっぱ厳しいし、ガンガン荒らすキャラだからねフルクロが。あ、まあ次元強化たまったらね、でこんな感じで荒らされてて、ストフリもフリーダムもどっちも見れないっていう。あ、このフリーダムはもうチンパンジーだから、まあまあまあチンパンジーだね、出てくる振りに行くけどね、先にこっちが体力減ってしまったんでまあとりあえずもう前出て、前かな、まあ、フリーダムも爆弾気味にね、覚醒ガンガン回して、まあ、これは S 選んでるんですけどね、さすがですね、まあ S で荒らせれるのも覚悟で、爆弾のフリーダムって強いんかどうかはまあ置いといてとりあえず、まあ、まあね、パワーは確かに、まあ、多少はね、ミーティー当たったら全部 OK だからそうだ、ね、このゲームミーティー当てるゲームだから、ね、まあまあ、勝者がいい当たり方して、あれたまに当たるんだよな、置いとくと。基本は突撃でいいんだけど、でここは欲張って特殊の膠着取られて、あっとこれだいぶまずいぞ、荒らされてるぞ、そうワンミスでここまでひどくなっていくと、で核の光で一瞬だからね、さあ味方が落ちた、やばいやばいからの、まあ、助かったね、そう照射で助けてくれた、はいでね、熱波でこう荒らされるとね、本当に試合の流れがねだいぶ厳しいよね。ここだって今もうフリーダムが落ちちゃったらもうまずいからの、なんでこいつはブーカ食ってるんだいや猿すぎる、あ落ちそう、あ落ちた、ちょっと格闘ね落ちちゃうんですよね。まあ相手、まあね、あがいてね、格茶貯めて逃げる場面も、あおっと、あっといい当たり方、ちょっと気負ってフル格で抜けちゃいましたね、クルムシトバーハがいい当たり方して、あの特殊のレールガンがね、まあまあこれは早さで逃げてって、味方がね決めてくれたっていう、普通にやばい視点、普通にやらかし視点、これ、ね、だいぶ厳しい試合だったね最初から。まあまあね、フルクロと見合って勝てるわけがないから勝てるわけないからね、ボッコボコにされるからね、ヤクとアルケもしかり、勝てないときは勝てないそうね、まあ、この次の試合はザクアメとね、はい、ザクアメと3002号がね一番フリーダムとしてやりやすいのかな。どう、まあ抵抗でもまあまあ抵抗の場合はなんだかんだでそのフリーダムね見てくるけど、高校抵抗の場合はね相手をなんかそんなにフリーダム警戒しないみたいなね、まあ、まあ警戒するのゲロビと、まあ突撃ぐらいかな、アシストの、まあフリーダム隣のね高校ねちょっと見つつみたいな感じになるから逆に動きやすいみたいな。まあ、バイルとかだってやりやすいんだけどね、バイルにタゲ全部いくから基本的に、ね、こっちがもうであとはフリーでそう取るって感じで、アカロ保存でゲロビ飛ばすなにね、どっかからで、まあ相手は抵抗とかで、こっちはスタビルとね、フリーダムでどう立ち回っていくのかって感じですね。まあね、この3000の隣のね2号なんてね、もう3000にね覚醒吐かせてね、本部に抱っこよ。さあ5バウンドドッグと見合う展開、見ているが見つつザカメはちょっと気にしつつだね。まあ疑似体の場面をね作ってやるっていうのがね、まあ、疑似体作れるのは強いんだけど、ここはゲロミ狙っていくが、さすがに相手も見ていると、オーバー体だからね、まあまあ一応ね、まあ、ピンキリなんだけどオーバー体も、まあまあ、ね、自分みたいな中途半端なね勝率 55% もいれば、まあ40の人もいれば 70% の人もいるみたいな、すごい環境だから、ね、
まあ、あの A スタよりはね全然いいんじゃない。まだどうなんだろうって、大会みんな A スタとあんま変わってねみたいな感じで言うから、あんまないの。まあただ色が変わったみたいな、色が変わった、ね、あのね新規一点って感じで、もう一個まだ増やせばいいのね。じゃあさあ、これ言って喋ったら合間にあのすごい展開が、あのちょっとねダラダラしすぎてスタビルがだいぶ、スタビルも自分も削れて、そう、あの状況がすごいフリート で相手は硬くて、そのままあのずっと体力が、それでもねスタビルの次元強化のタイミングでね、あの一緒に突っ込んでいきたい場面ではあるが、まあ、さあここも被弾していって、うん、お互い160で150、最悪の流れっすね。さあ順落ちの流れになってしまうのか、まあ、どっちが覚醒先に入っちゃうかでね、あのあもう入っちゃったね、はい、ってことはあんまり、ね、まあ、無理せずに、まあまあ見合いながら、うん、さあここはメインカラーね、見てるんですよね。メインカラー特写ってキャンセラーの偉い、偉いですね。さあここでバウンドドッグ来て、ここはガードしていって、偉いぞ、偉いのか。さあここも迎撃していって、おっと流れが変わってきた、ワンチャンあるのか。さあここはメインからの、まあ、特格特殊発生と、まあ、当たらずで、まあ、フリーダムはね弾を当たったらとりあえずね特格を押せば何でも飛ばせるからね。まあキャンセルはできるからね。そう、さあ避けてって、さあバウンドドッグがちょっと危ない危ない。さあここ取っていく、はい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 、いいねバラエナ落として大きい攻めの展開はサリで見て、二人でね攻めていきたい、でバウンドドッグ戻ってくる、こっち疑似体の流れになっている、くるくるからのくるくるして、あこれは被弾してしまう、まあまあ距離がね あったから、まあまあまあ、ね、生きてたら無料だからね。さあさあザクアミに詰めたと思ったら、まあまあ距離を置いて、でアストラン突撃させるが当たらず、エンドサブも当たらず、まあ、ここガードしてからのアストラン、アストランが当たっている、はい、当たってる。さあここはトークシャで取っていいダメージ、いいね。まあこうダラダラしてでもね、フリーダムはずっと弾ばっかりだから、ちょっと味方は体力やばいかな。さあここでどうなるか、ザカメが覚醒が覚醒吐いたぞ、あっと減っている、大これ前出た方がいいのかな。もうまだね特化している、はい、フルタク抜けてからの相手ブッパー特化サブからの特化派生からのさらに特化サブっていう、あの、まあ、誘導切りながらね、あのほらなんだこれは、これはね特化のメインが当たって特写にキャンセルしたらこんな感じなポーズになったっていう、至近距離の特格強いよね。そう、相手からしたらね急にくるってね、どっか移動してるからね、どう言えばいいのかな、追従とか早すぎるやつだと先にこっちが潰されるんだけど、まあまああんま強くない格闘だったら先にこっちがメイン当たって迎撃できるみたいな、なるほど、性能的にはまあまあいいよね。普通に上取ってね、特格キャンセルして、ね、上で相手の赤炉で無理やってるみたいな、光ってるね、ペカペカしてるね、あれあれはデストロイモードですね。ああデストロイモード、いやデストロイモード中ですね。さあ次元強化なんで気をつけないとってところで、さあこっち抵抗抵抗、これでもねガンガン前出てくれるタイプのね、隣は2号なんで、もうじゃあフリーダムはまあ後ろでね、バックでアシストね、バックでそう着地、まあ動かしたところ取れたらいいなみたいな感じ取ってね、まあ、レールガンなりバラエナーだったりね、どちらにも相手ここ5個なんでね、3000という事故なんで、こちら見られている、まあまあ、あのビットはね全部避けてって、ここは特写がいい当たり、いいね今の当たっちゃうんですね、あの赤ら保存でね当たっちゃうんだよ ね、 いいね。さあファイヤーされてる味方、まあ、相手も3000で事故ってるから強気で出れないっていうのがあるんだよね。そこはいい、まあ、迎撃できている。アスランは当たらずビットがかすってからの、まあまあまあフルコアもらってないんで OK と、レックスが冷静にもう後ろで、そう後ろに見ているから、これもエクスプロージョン前になるかな。突撃飛ばして距離離してこっちに行って、ガンガン来てるぞ、来てるぞ、からのからの上にからのあがいてからの噛み合って、おお噛み合ってちゃんと噛み合った噛み合って、ああまあまあまあ安い安いまあまあまあ、ああ大丈夫大丈夫、食らっていく、あでも結構耐久うますくないからの強気に横振っていったから向こうも振ってきて先落ちしていく、耐久うますくない、チンパンジー、おっと C が腐ってるぞ、さあ C どこで吐く、もう吐くのか、いや吐かない、まあ振るまで溜めているC どこで吐くんだ、ここで吐いた、おいいね。さあこれで突角サブからのからのちょっと見合って落ち着いて冷静に見合って、ちょっとね
攻めたい気持ちもありつつ、さあここは引っかかってからの特角、はいはい、特写で取ってからのビーチャーペッパー、すごいね、今この距離で当たるのか、そうそう、さらに距離増えてるからもうちょっと奥追っても当たってたって感じかな。軸あったらほんと当たるから、急にね、そう急に降ってくるこいつ急に降ってくるからね、急にこいつ降ってくるから相手もあーなんかでかいの出てきたと思ったら対応しようとしたらもう遅いからね、ガードするしかないが、いやでもね、発生が 0.2 秒だから、あの反応できない人間に確定、ダメ確定が 0.2 秒だから、ほんとあの見て、うわ出てると思ったらもう死んでるから一刀両断だからね、そう一刀両断、やらかしても見て当てればどうにかなるゲームだから。あったあった、これね環境なんすよね、ライジングのね隣のね3000、あいつね今使用率トップかな、まあジャスインジャと並んでだいぶサイコフレームだ、赤ちゃんの声が聞こえてるやつとね、まあフリーだね向こうの、あいつね近づいたらねなんかバズーカ ね、そう3連クルベル出してね、であの強振溜まったらもう、ね、自分の腕関係なく勝手にファンネル飛んでるからね、で全自動のファンネルがね助けてくれる、あいつだから格闘仕掛けてもねたまに自動でオートで助けてる、オートでそう助けてる、あれ強いあれねインチキだよねあれ、だから疑似体の流れになっている、まあここは取れてるね、削れてライフリー、まあ、これ今のところはフリーダムの方が強い、でも味方ちょっと削れてるからトントンかな、うんそうだね、まあまあまあ、さあファンネル鳴らしたいや後ろからいっぱい飛んでくる、ね、足止めるとあの死ねるからね、なんか懐かしいね、排入がなんか環境にいるっていう、あそうエクバツ以来で武装も大して変わってないからね、さあここは特殊当ててからのまあちょっとあの、ね、排入見て、うん先にまあライフリー削れたのはねいい流れだと思うけど、そこで味方覚醒落とせたらねでかいんだよ、ここでもう敗人はねあのちょっと弱気になっちゃうからね、まあ下がるしかないからね、で2人で詰めてってでもう覚醒をどこで吐くみたいな、さあここは M 角で取っていく、うん、まあ味方落ちちゃうけどこっちは体力残ってるんで残ってるから全然、ね、余裕もうこのままねあの敗人2人で追っても全然 OK、まあ、どっかでからの相手あっとあっ覚醒ね吐けず敗人、あね、特殊当たるとね、もう溜まってても反応できない抜け角、もうやっぱダメ角が早すぎてもう一瞬で200とか削れてるの、これが強い、これで一瞬で100以上は削れてるからミリだと多分反応できない、もうだから当たると思った瞬間に吐かないとって感じよね、そうまあまあ当たる前に着地ずらしするとかしないとフリーダム相手はちょっと厳しいと、そう普通のやつとは違うからと思ったら、これはおっと天秤だとビジャスが来ている、あのね、インチキ変形マシン、あのビジャスね、これはこれは、ね、厳しいかな、いやまあね、お味方光ってるんで大丈夫だろう、いやまあまあまあ光ってても、いやでもこういうね嵐に弱いんですよねフリーダム、ね、確かに嵐にね、まあ、ある程度抜きはできるんだけど強すぎるとちょっとね、と思ったらここはね、いいねいいレールガン、いいレールガンからの特射でもうあれで200以上減ってるっていうのが、レールガン当たればね強よろけでね、そう追撃の、そうやりやすいっていうかね、結構間が空いててもね間に合うみたいな、サンゴはねあの汚名挽回としてとりあえずまあダメを取っていくと、さっきとは違う展開に来て、さっきね、イシーさんと組んだんですけどね、あの横のアーケにボコボコにされてね、あの助けてもらったんですよね、でこれ2回目なんですよ ね、組むの2回目だったね、いやーほんとボコボコにされたんで、今回はあの活躍していくと、あのさっきの汚名挽回っていうことでジェリーと言われて、そういう試合があったんですよね、あーでもまあもう流れはもう完全にペース掴んでる、いやいやでもねこれがね、まあ、油断ならないんですよね、相手がゴールドフレームだから、だからこそこうやってね、あのまあ迎撃をどんどんしていくっていう感じなんですけど、これ味方も入ったんで後ろ下がっていいです、ね、また任せますみたいな感じで、ガンガンやべえなあの弾幕量、もうナイチンゲールなんか、まあ、あれが強みだから、ね、そう埋もれてるからね排入とかにね、そう別に弱くはないんだけどね、そうナイチンゲールも別に弾排入一強すぎて、うもうあのちょっとね、なんか俺自分で打つよりファンデルに打たした方が強いんじゃねみたいなそんな感じになってるから悲しい調整だろうな、さあいつもこれが続くのかと思って突撃したところにあのアスランが刺さってからのメインからのサブくる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 出す球多いからね、フリーダム、そうこのくるくるが強いんだよね、上取ってくるくるからの急に出てくる特角特射、反応できるわけないって感じでぶっ刺さって死亡だね、重厚補正結構いいね、そうめちゃくちゃ強いから、まあまあ、あのマキオンでも強いからね、
それが今オバブになっても刺さる相手には刺さるってぐらいには元から強い武装。そう、俺は強いフリーダム。まあ、さて次の試合はガンダムブワイヤルとそれとまたいいまあで味方はあれちょっとあれですね、あの環境じゃない方 の, あのリック君だね。環境じゃないね、あのあんまり見ない方のねリック君。あ、そうね、2号のね。あー、まあね、はい。そうでもブッパ強いからね、2号のリック君。さてと、これはバエル、自分まあまあまだバエルね、あの疑似体になってもなんとか上に入れたら時間稼げるんで、まあ時間稼ぐだけね。時間稼ぐだけなんですけど稼ぐだけだけど、とりあえず後ろかな。いやもちろんね、もうフリーダムはね、まあまあ、本当にやっぱ嵐に弱いからね。ゴールドフレームだったりね、いや2人ともこっち来ているからの、あっイスラギイスラギ捕まってしまったから味方が助けてくれて、でこっちも2人で取っていってここも助けていくと、いいね、2オン2してる。これが2オン2だ。さあここは見られている。フリーダム嵐に弱いけどね、無視される展開にもねちょっと弱いんだよ。あ、無視されるとね。あーっと味方引きずられている。ここアスラン当たって、まあもう展開悪くないんじゃない。うん、先にまあバイルを出し、ドレッドは、まあ、もう出してるけど、ここでそうだね、変にフリーダムが削れたらまあめんどくさいことになるんで、まあちょっともう先を中ずって逃げていく方がいいかなって感じで、まあ、ここはもう味方はもう切り捨てて受けに回る。そう、帰ってくるからの、ここはヒット革新からの特写で撮っていた、はい、いいね。でここ入っていく、溜まってるんで、ちょっとちょっとがばいけど、なんとかあ、ブッパねえ、まあ、ね、見えてる。あー、何してる、捕まっちゃった、捕まっちゃった敵ずられている。あー、輸送作戦始まってる。あー、減りすぎまだ減っている。あー、ぐる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 に減りすぎあー、もう覚醒時間が終わっちゃいましたね。何歩減ったんだろうなんか340ぐらい減ってない、大丈夫。いや、まあ、そんな気のせいで気のせいで。あ、ここはね、あのレルガンで味方助けて、はい、まああとはもうドレッドね、そう、詰めるだけでめちゃくちゃ魂の横掛け。まあ落ちてもいいからね。そうね、まあ構ってくれよみたいな感じ。俺に構ってくれよとあ、でもちょっとヤバくないか。いや、大丈夫ちょっとヤバくないか。ちょっと大丈夫痛いわピンチ。ちょっとバイルのレールガン一発でも死んじゃうぐらいの体型になっちゃった。今そこはもう吐くしかないシード発言してからの吐いて、はいはい、早いからね、フリーダムの。これ早いからね。さあ、だから弾は当たんないけど、さあ弾当たんないけど早いからね。おっと、これはうわー、鳥がぶっ走してるまあね、うん、十字でね、十字でぶっ走で、はい、いいじゃないですか。じゃ結構危なかった。危ないよ、だってフリーダムだってバイルに寄られたらこれ見てると C でもいいやってなっちゃうのかな。まあバルとかね、まあ、ゴッドとかだったらね C でもいいような気がするね。 S で通るよりね C で抜けて延命してる方がまだ。やっぱこのゲーム C なんだよな。あっと、環境にまだ座りついてる20がいるぞ。あーナイス、バラクトです。ちょいくらい僕にくれよのやつね。あれね、ここだけの話、あのバラクトの上にアトロと名人めっちゃイライラしてます。あーね、あのくるくる回ってトランダムして爆発するぐらいにはちょっとイライラします。あー、もうイライラしてるかなこれ。あれの、あれ後ろでドローンと突撃されて、あー、もう、あーちょっと待って、なんでしょっぱだからこんな減ってるな87、もういい溜まってるよ。どうでいい吐くんだこれ。あー、なんかね、ハイニュー君、え、フリーダム君ってなってたんで、でも、はい、着地も取られたんで、もうハグしかなかった。さあ、これね、あの、もう覚醒ゲージをね、フルに使っていきたい。さあ、ここで、まあまあ、これは普通に、はい、まあ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 、最悪、覚醒開きましたよっていう。あのね、まあ何も取ってないんですけど取ってないけどね、これ、直接だけは開きましたみたいなこれね、やばいけどね、これはあんまり、まあ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 ね、まだ始まったばっかり。まあね、そうだね、器のね、小さいやつだったらね、あの、あ、もう了解です。前に出ますとかね、言ってくるからね。まあ、これはまだね、あの、捨てるには早いんで早いですよ。ほら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 、流れ変わってきたよ。いいですね。さあ、どっち行ってもいいぞ。ファラクトももう隠し入ったからな。あ、で、これはドレッドの手板を、はい、落としてからの、あー、もうたあー、もうバカ狙撃に当たっていく。あれね、当たるとね、ストレスが20溜まるんですよね。あの、冷静な判断ができなくて当たるとでね、あのコラキとかに当たっちゃうんだね。それもあのちょっとねなんだこれ当たってる
こんなことが許されていいのかと、ね、抜け駆けもしてしまう。しかしここはブッパーあ、いいね。そう、相手の止まったところにね、ちゃんと一撃入れて。でもなんかちょっとやばくないか。いや、大丈夫大丈夫、もう大丈夫。覚醒多分、あ、でもフリーになる。あー、していくよでもまた溜まってるからね。そうだね。あの、あ、もう一回吐いてね。まあ、またね、あの C 吐いて、まあ、C 吐いて吐いてね、あのここはね、からのこれでまあ、ふまあ、排入に向かって、おっと、装着してブッパークソゲー。まあ相手もクソゲーだから。あ、まあね、クソゲー、クソにはクソぶつけるしかないからね。そうだね。フリーダムはやっぱり覚醒技。覚醒技だね。まあ、うん、しょうがないね。これがフリーダム。あいつはあれだもんね。あのフリーダムの突角横くるくるしてる最中でもね、もう狙撃してる、ね。ああ、まあ、あ、そう、当たるからね。動いてても関係ないからね。それちょっとどうなんだろうってね。感じ。あれちょっと相性悪い。あ。これ最後の試合ということで、やらかし試合なんですけどね、はいはい、さっき言ってたイッシーさんですね。あの、じゃあこの試合も入れておきましょうか。まあ、こういう試合もあるのがシャッフルだぞと。はい、あの、でも怒らないでください。そう、これね、あの、噛み合わなかったらね、こうなるよ。こうなるリスクはあるよ、みんなね。まあまあ、みんななっちゃうからね。相手は嵐期待だからね。なんかこの謎の避難してってね、ちょっとね、もう前ブーしちゃってね。まあまあ、551全然安いからね。まあまあね、まだ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 と思ったら、なにこれ、パパさん痛い。まあでも385あるから、まあ待機されている。ちょっと上に逃げてからの、あー、横振られて、このね、ヤークトの横はね、油断禁物。フリーダムテールでね、勝てないんすよ。あー、ぐる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 って、あー、振り返りすぎあらら。いやね、まあでも生きてるやん、無料なんでね、ここでな、この地雷フリーダム。なんかいつもね、しょっぱなから減ってバカッとしてんのと、お家芸なのか。はいはい、まあでもその間にね、Gセルフ削ってくれてたんで、まあなんなら やっと歩きも取ってくれましたね。いや、もう、お味方様、お味方芸なんだよな。ほんと、今回って申し訳ないんだけど、タボゼロの覚醒からのここはブーカクからの、はい、と思ったら、なにこれ食らっちゃって。じゃあ、まあ、覚醒入ったらね、あの、タゲこっち集めちゃうので、しょうがないからね。さて、こっちの覚醒に相手はステフィ貼って潰してくる。そう、サラのフルコン入って、また大車に食らっている。痛いこれ、辛いね。いや、辛い。いや、無理。ヤクトの相手も無理。ヤクトも入ってきた。あー、もうやべあ、でもここちゃんとなんか謎の使って助かった。この3時をね、大事にしたいですね。やばい。あー、味方助けに行かないと。ただ間に合ったからね、ここは。そして、ここはあー、なにこれ、ハッパさん、ちょっとあれしか当たってないからね。 G セルフの弾あれしか当たってないから、ね、あれ、なんか強くなってるなんかね、透明の何かがね、透明の何か強くなってる、はい、何か知らないけど、ここ覚醒吐いて一気に潰しにかかるが、相手ステフィ張ってる。当たるわけがないと思ったら、味方が三段ではなって当たってくれた。あ、何もしない、あの、爆発してるだけ隣で。以上がオーバーの、ジュラフリーダムでした。まあ、頭を要請あるから大丈夫だ。いや、でもこれやばいねこれやばいと思います。はい、許して。